近づいてきてる。 何？何なの？ねえ、さっき先輩です。昨日から働いてます、先輩です。1日ぐらいです、先輩です。ちなみに何歳ですか？桜井22歳です。行きましょう、先輩。みんなは、かっちゃんはお散歩、なおさんと岸田くんは映画見に行ったみたいね。そうなんですね。お邪魔します。こんにちは。我找不到很好的原因，去阻挡这一切的亲密，这感觉太奇异，抱歉不能说明。我相信这爱情的定义，奇迹会发生也不一定，风温柔的清晰，也许飘来好消息。我才发现你很耀眼，请让我再瞧瞧你的双眼，没有人了解，没有人像我和陌生人的爱恋。我想我会开始想念你，可是我刚刚才遇见了你，我怀疑这奇遇只是个恶作剧。我想我已慢慢喜欢你，因为我拥有爱情的勇气，我任性走入